ケルン級軽巡洋艦は、ドイツ海軍が建造した軽巡洋艦で1914年度海軍計画で、一挙10隻が建造されたが第一次世界大戦の勃発により8隻が建造遅延し、結局2隻のみ完成した。ドイツ海軍での類別は小型巡洋艦。本級は全級である軽2ヒソベルク級の改良型として、設計、建造された。 変更点は、重油戦勝艦を6機に増加するとともに、重油燃料の容量増加。武装面では、威力の高い60センチメートル魚雷の初採用、攻角砲の数を3本に増やした。1918年に取られたドレスデン。本級の船体は全級に引き続き、朝鮮主導型船体を採用していた。艦首は前方に強く傾斜したクリッパー型の艦首から、 中央部が狭い監視官板上に波切り板を設けた、後ろに主砲の15センチメートル速射砲を棒立てのついた炭素砲がで1番2番主砲を並列配置で2機、その背後に司令塔を置き部とする船橋を乗せた箱型環境と全部マストが立つ。船体中央部に等間隔に並んだ3本の煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、 関西艇は日本一組のボートダビットが、片言二組で計四組により運用された。原則甲板上には 15cm 速射砲が、片言二機配置された。三番煙突の後方に 8.8cm 広角砲が、単装砲がで直列に二機が配置され、後部見張り小規模とする、後部マストの後方にも 8.8cm 広角砲一機が配置される予定であった。 選手楼の末端部に7番手法一騎が、そこから甲板1段分下がった、後部甲板上に8番手法一騎が後ろ向きに背負い、式配置とされた。ありがとうございます。